初秋の昼下がりであった。裏の空き地へ出て子供たちに月見の心得を教えていると、お嬢様、ま、お嬢様、ま、と一人の子供が飛んできて、向こうの原っぱでお侍が切り合いをやってますよ。何切り合いほら、あそこに言われて振り返ると、鎮守明神社へ行く道を左へちょっと降りた草原で、 五六人の武士が切り結んでいる。真昼の光に、キラリキラリと白羽の角虹が見えたから、皆、ここを動くでないぞと言って孫次郎は体験を取る。すぐ戻ってくる。出てはならんぞ。重ねて言い捨てざま走り出した。草原の端まで行くと孫次郎は足を止めて様子を見合った。切り結ぶ相手は一人。 寄せては五名、いずれも浜松家中の武士と見えるが相手の一人は格段に腕がさえていてほとんど五人を寄せつけない「え,えい!」鋭い絶叫が起こった五人のうち右から二番目にいた若侍が猛然と上段から切りつけたのである「おっ!」答えの声相手の体がバネのように跳ねる白羽がキラリと舞った 切り込んだ若侍は横ざまにどーっと倒れる同時に左端の一人が踏み込むせつな「えいっ!」さっとかわしざま相手が逆に下から払い上げた踏み込んだ方は危うく半身をそらして避けたが剣は手を離れてかなたの草むらへ飛んでいたこのありさまに余命の者は思わずさっと退く いずれも面持ももち青ざめ、呼吸も構えも乱れてきた。できる。とても手に合わんぞ。孫次郎はそうつぶやくと、二三軒つかつかと歩み寄って、旅いながら物申すと声かけた。この果たし合いはいかなる一種でござるか。四人のうち年配の一人が、魚いうち魚いうちでござると答える。 孫次郎は体験の恋口を切った。上位打ちとあれば、是が非でも打たねばならぬ。しかし残る余命では到底難しい。失礼ながらお手間取ってはならぬとお見受けいたす。ご助成申したい。ごむよと言った時である。いや、えいわめいて相手が逆襲に出た。余命がはっと備えを立て直す隙も与えず踏み出して、 えいお一人を斬る。孫次郎を見るなり、ご女性ごめんと叫んで間へ飛び込んだ。残る三名拒む気力なく、二三軒退く。孫次郎は刀のつかえ手をかけたまま、じっと相手の目を見つめながら言った。魚意打ちを聞いてまかり出た。当五両内に住む老子、鎌田孫次郎。 相手も名乗って23歩下がったこの時一人の老い節が馬をあおって草原へ駆けつけたそれと見て先の年配の武士が走り寄り事の司祭を話そうとする途端に「えい、えい、犬イ検索が叫んで空打ちを入れた。孫次郎はさっと飛び去り初めて体験のさイイイイイイいイイ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 イ 面白い勝負。馬上の老い節が低くつぶやいた。孫次郎は帽子下がり、小手をやや左へ外して右足を浮かす。呼吸を測ってじりりと出た。犬飼検索はようやく相手の腕を知ったらしい。さっと眼色を変えてしさる。静かに西岸の剣を上段へすり上げた。荒い呼吸。 体勢明らかに相打ちを狙う。刹那。えいと叫んで孫次郎が帽子先を外す。誘いだ。一部もたがわぬ呼吸。検索は凄まじく。カーッわめきざま体ごと叩きつけるように切り落とした。ぎらり。円を描く剣。孫次郎はさっと二三剣飛び抜く。検索は横ざまにダダダッとよろめいて草の中へのめり倒れた。 あっぱれお見事。馬上の老い節が思わず声を上げた孫次郎は手早く剣に払いをかけると「差し出た仕方平にご容赦下され」と会釈する倒れている剣作の方へ痛ましげな一別をくれてそのまま大股に草原を横切って去った 子どもたちは空き地の隅に固まって見ていたが孫次郎がもどってくると歓声を上げながら取りまいた「お師匠さまは強いなあ!」「5人がかりでダメだったのをお師匠さまはたった人たちでやっつけちゃった!」ワイワイさわ,いわい騒ぐのを孫次郎は呼吸も変わらぬしずかな口調で制しながら「さあさあもう剣術はしまいだ。 お習字をするからみんな手を洗ってお上がり」。そう言って家の中へ入った。